皆さん、こんにちは。チベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラッフィルと申します。チベット、ダライラマ法王そして、市営に関する一週間のニュースをお送りいたします。それでは、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は、人事能力の発達には自由が不可欠であることを強調しました。カリフォルニア・マーゼット大学は、ダライラマ法にスペンドラブ賞を ししししままたたドライラマはインののモディ首相誕生日を祝福しました第17期チベット母命議会の第4回会議が終了しました来日したベンバースリン出席大臣は国連難民行動弁務官事務所にチベット報告書の提出を促すように日本の国会議員に要請しましたダラムサラでチベットの芸術家と研究者による会議が行われ チベットの文化を守る方法を議論しましたトライラマホホ事務所ニューデイリーとチベット事務局ネパールの新代表が任命されましたスイスのチベット議員連盟はチベットへの弾圧に関する聴聞会を開催しましたディングリー主義代表はチベット支援に関するトレーニングを開始してチベット週末学校総会に出席しました 9月22日木曜日ダラヤラマ方法はアメリカ平和研究所 USIP の青年リーダーグループとの交流会で自由は全世界の高校人の認知能力の発達に不可欠ものであると述べました方法は中国共産党のような全体的体制のもとにある人々には言論、思想、表現、結社などの自由がなく知識を広げることも重要な情報に基づいた 決定をすることともできないと述べました。Totalitarian system, Very bad.Each w e individual should have complete freedom thinking and raise lot of question why, 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 why?I think、uh, in India over thousand y e a r You see, the question of why, that really helped development of Indian different spirituality and different culture. So in order to fully utilize uh, human brain, we need complete freedom. 依存関係にあることを理解して、共に兄弟姉妹として、気候危機を含む地球規模の課題を克服して、より平和な世界を目指すためには、世界中の現代教育システムにおいて、思いやりと人類70億人の一体感を教え込むことが重要であると強調しました。So now, uh, uh, population increasing. and the climate condition also sometimes you see a uh, create a problem so now seven billion human being we have to live together uh with sense of with strong sense of brotherhood sisterhood we are same human being この交流会はアメリカ平和研究所が主催して中東アフリカラテンアメリカそしてアジアから集まった23人の若い平和構築推進者ら9月22日木曜日と9月23日金曜日の2日間数時間にわたって交流しました同研究所がダライラマ法法事務所と協力して過去6年間若い指導者たちとの対談を 企画してきました。今回で七回目となります。過去の二回の対談は新型コロナウイルスの大交流の中。オンラインで行われました。ダライラマ保護十四世は社会正義外交寛容における。アリスアクリスフォートスペンダラブーブ賞を授与されました。スペンダラブーブ賞を設立したシェリースペンダラーブ氏は。 ドライラマ法の優しさ平和思いやり許しといったメッセージは非暴力による持続可能な社会正義を維持して政治的分裂と対立が激化する世界においてより有益な人生を送るために多大な貢献を知っていると評価しています。ララライマラは9月18日のオンライン セレモニーで正式にスペンドラップ賞を授与されましたカリフォルニア・マーセット大学では15回目のあ受賞者であるダライラマ法を祝福して9月26日に贈呈式の録画画像を上映する予定です9月17日土曜日ダライラマ法はインドのナレンダモーティ首相の72歳の誕生日に祝辞を申し上げました法は モディ首相への所感の中でインド政府とインド国民の寛大さに深い感謝の意を表しました9月16日金曜日第17期ボ命チベット議会の第4回会議が閉会しました閉会の時で憲法ソナムテベル議長は今会期で可決された不法の紹介連帯決議公式決議法改正などを 伝達しましたまた世界的な組織でチベット問題を強調する必要性とチベット人コミュニティの団結の重要性を強調しました議員らは9月26日から5日間のブレインストリーミングセッションと戦略会議のためにハリアナ州に集まりました ペンバースリンリ出席大臣は日本の国会議員や政府に対して UNSCR 国連難民行動弁務官事務所に対する影響力をおぼし新疆報告書のようなチベット報告書の提出を促すよう働きかけてほしいと訴えました大臣は1週間日本への公式訪問を行い9月21日水曜日に東京の日本の衆議院議員 会館で行われた日本チベット国会議員連盟総会で講演しましたチベットの深刻な状況について申し立てチベット文化の現状について中国政府の抑圧的な政策の下でゆっくりと死に向かっていると懸念を表明しました出席大臣はさらに安倍晋三元首相の政教に哀悼の意を表して祈りを捧げましたそ,そして 日本チベット国会議員連盟の島村博文会長国家基本問題研究所の櫻井義子理事長がチベット人への支援と連帯を継続することを表しました。シティへの宗教文化省はチベットの芸術家と研究者による3日間の会議を開催してチベットの文化を維持するためのチベット人の若者の役割と責任について議論しました。9月 20日火曜日ペンバセルン出席大臣は3日間の会議の開会を宣言しました。婚姻の中で亡命生活の初期古い世代の人々がチベットの文化的なアイデンティティを維持するために苦労してきたことを強調してチベット運動を提唱していく重要人物は若者たちであるを力説しました。2022年8月19日で内閣の 事例を受け、チベット事務所ネパールの代表にシェルパロパン・トルク・ガバン・チュルプ氏が任命しました。9月18日日曜日から3日間、情報国際関係省のカルマ・チュイン長官の立ち会いのもと、前任のチュルティム代表と新代表の間で引き継ぎ式が行われました。また、ガトマンズに拠点を置くチベット系 NGO の 代表も出席しましたまた9月22日木曜日に内閣から出された会談によりますとダライラマ法事務局ニューデリーの新代表に元母命チベット議会議員であるロブサン・シャスティリ氏が任命されたとのことです9月19日月曜日スイスのチベット議員連盟は中国政府の占領下にあるチベットにおける文化的な 暴力と弾圧、そして国境を越えて行われているチベット人に対する弾圧に関する証言を弔問しました。チベット事務局ジャネーブのティングレーシュキ大夫と Whispers from the Land of Snow Culture-Based Violence in Tibet 雪国からの囁き、チベットにおける文化的な暴力の著書であるファリオ・ロナ・モレル氏が証言を行いました。 チベットを訪れたことのあるモレル氏は中国の警察と軍隊による緊張な監視かつ管理の下で監視された地震の経験を語りました。国会議員たちはチベットの状況について重大な懸念を表し状況を注意深く見守っていると述べました。またチベットとチベット人に対する継続的な支援と連帯を確約しました。会議にはスイスイチベット 有効議員連盟のニクラス・ワルタ会長とニック・ガッパ副会長スイ・チベット友好協会のトーマグクリ会長とラトン・とラワン・ゴルカン・サール副会長が出席しました9月19日月曜日チベット事務局ジャネーブのティンレイ中期代表はジャネーブにて国連とその関連組織におけるチベット支援に関する トレーニングを開始して参加者を歓迎するとともにチベット問題の解決に向けた我々の努力を国連が支援することの重要性を強調しましたこの三日間のトレーニングは国連とその関連性・組織におけるチベットの支援について紹介し基本的な認識を高めるために情報国際関係省のチベットアドボカシーセクションによって開催されました ダラムサラのチベット系 NGO の代表者ヨーロッパを拠点とするウィータクのメンバーらヨーロッパ在住のチベット人など合計30人がそのトレーニングに参加しました。チュ代表はまた9月18日日曜日にスイス・イテン体チベット京都参加のチベット週末学校の第5回総会に出席してチベット語と文化の 保存と促進に貢献している地元の学校長に感謝の意を表しましたチュキー大王とジェネーブチベット事務局のデンジン・チュエサン会計士は9月17日土曜日スイスリテン州ュタインチベット共同体のラントク・ワルトコ支部とリテン州ュタイン支部によって開催されたチベットの日の祝典に出席しました 皆さん今週のニュースはこれで以上ですご視聴どうもありがとうございました皆さんにとって今週も良い一週間になりますようにはい。